そして決勝戦はまずビート聞かせてもらって、それからじゃんけんでいきましょう。それでは三ツ矢から準備ができたらお願いします。いやー、ナイス DJ、 ナイス DJ いただきました。対してレッドブラッド、おー、 DJ もバチバチですが、まずは先攻後攻のじゃんけん、今の踏まえた上でお願いします。勝った方が先攻後攻をまず選べます。で、先攻がもろもろ選びます。で、16人で16人、ここで来た。よし、なんかテンションが上がってきたけど、山梨、最強の山梨の MC 決める準備できてますか？よっしゃ、じゃあ行きましょう。先攻が B アンダーゼロ、後攻がポニー、 DJ はレッドブラッド、16小節の日本勝負です。それでは最後、全員の力を貸してください。行きましょう、レディー。 FR キスやった前で、Yo、 いつまでもあんたの背中だけ見ててやっててもダメなの分かった。だけどなんでだろうな、東京で見るあんたよりやっぱ山梨のあんたドライブ見る方が俺も食らう。そして俺らはこの街で輝く、だからこそこの街持ち上げるために今気持ちが込み上げる。今日はビートの上であんたの背中越えて俺の名前広がせんだで B アンダーゼロ、その名前をほら目に焼き付ける。これで十分だ、どこまで行っても超えて背中、あんたの大記録も目の前で見てたしな、譲れねえ今日は。いや、それで十分とか口を吐くな、おめでやりたいことはそこまでか違うら。俺はそう思い続けて走ってきた、あえて無駄な口は閉じた。沈黙は金、ゆうべんは意味深金、満面の言葉にやられ MYC 握ってみんなにみんなに伝染、言葉の力を思い知れ。それを一番に思い知った俺、吐いた通りに世界が変わっていく。頭の中で描いた夢をリリックに変えて現実でフロー。俺の話、お前はどうだ、大体同じだろ、だがいただきの違いならどこまで行く知らねえ。俺は俺だ、お前のヒップホップ見せてみろ。よ、だからあんたの背中見てさ、俺も思ったことが山ほどあった。金だけちらつかせる大人についてがなくて今こうなったんだよ。俺もビートの上で、ビーツの上で、あんたの本音と本音、どこに行っても変わんねえ。だけどラッパー、あくまでノーペイノーゲイ。それだろ、痛みなくて語れねえものなんてなねえからさ、この街視線だ、叩き上げだってこのマイクロフォンは飾るじゃねえ。何遍やってもこの暑さってのは枯れねえらしいよ、どこに行っても変わんねえ。育ての親ナイスパニック、今日超えるよ。マイクは飾りじゃねえ、当たり前だ、だからこそ声晴らして言葉を吐いてる。俺は俺、お前はお前の道、その中で何が美しい MYC。 俺は自分の言葉を下ろし、それを現実にすることを何年もやってきた。お前の背中も押してえがな、去年は負けてすまねえ山梨のみんな。今年は取り行くぜ、 UMP 山梨予選から抜けて日本一。クソダセえやつに負けたのも俺のせい、だからその分のパリは取りに行くぜ。こいつが B アンダーゼロ、その後のマイクをパスしてお前が山梨を取れ、その前に俺が勝つ日本一。山梨って何、マジでナイスパニック。やばい決勝でした。まずは2人に大きな拍手。いやー、決まるんかな。それでは最後のジャッジになるかもしれません。ありったけのパワー貸してください。いきます、先攻 B アンダーゼロ、後攻ポニー、一応全員参加、最後のジャッジなんで全力の手と声お願いします。先攻 B アンダーゼロ、後攻ポニー、最後ちょっともう一回全員参加ね、全力の手と声見してください。いきましょう、先攻 B アンダーゼロ、後攻ポニー、いやいや、
高校ポニーかなと思いました。まずはオーディエンスはポニーです。それでは先生方、最後のジャッジになるかもしれません。心を込めてお願いします。ジャッジ。4対1、赤が4本、勝者ポニー。ウィニングラップ、レッツゴー。まず本日出てた全ての MC、 来てくれた人たちにありがとうございます。皆様があってこの状況は完成。えいよえいよ、本日来るとき俺はライブだけの予定。エントリーがもし空いてたらば出場。どうなってんだ山梨、エントリー埋めろ。えいよ、俺は今年最後のけじめ、つけに来て握ったこの MYC。 本当は去年そのつもりで出て見事に優勝、そして決勝戦。だが俺は自分に負けたのか、それともクソな奴らが増えたのか。ならクソな奴ごと大掃除、枠 MC や雑魚はその場で消し去る MC。 本日からまた気合も入れてさ、握る MYC 誰も同じだ。悪とそんな面すんな、てめえにも来るはずだ将来。今まだまだ続けてればあるはず。そして俺は今年確実に取って、もう二度とこの代々木予選には出ねえ。そのマイクをお前に回して、お前次は頑張れよな、 B&Zero。ナイスなパニック感じてる人たち、最後声出してほしいぜ全員で。今日もし、てか間違えた、ちょっと音下げてくれ、ロープレイ。よ、12月26日記念すべき運命の日になると思うから、今日ここに来てる人たち、予定と時間と金をあげて遊びに来てくれ。俺が日本一になります。ナイスパニック、ありがとうございました。もう一度真ん中に戻っていただいて、最後エビバリーシャッターチャンスですからね、逃さないようにお願いします。では行きましょう、全員で送り出してください。山梨予選優勝者はポニー。大きな拍手を。